こんにちは、ルチカレ店長です。よろしくお願いします。今日は何をしますかというと、サイズ感。最近ね、他の動画でも話すことが多いんですが、やっぱりおしゃれってどこなの、結局のところモテるファッションってどこなのっていう話になると、確実に清潔感とそしてサイズ感、ここが全てだということをお伝えすることが多いので、今回からはちょっとね、アイテム別にサイズ感についてお話ししたいと思います。で、まず第一歩は自分のサイズ感をきっちり知ることです。久しぶりにね、若い時ファッション好きで、また40代50代になってもう一回洋服新調してファッションを楽しみたいなっていう方多いと思うんですが、当時のまま、若い時のままの感じでいくとちょっと緩く着たりとか窮屈感が嫌だったりとか、そういう方って非常に多くて、特にまあそこを知る上でこういったドレスアイテムで体型をしっかり知ること、ここがスタートかなと思います。本当にね、多いんですよ。どちらかというとピタピタに着る人よりも大きめを着てしまってる人、もう一つサイズ下げての方がかっこいいんじゃないのっていうお客様は意外と多い。それはなぜかっていうと窮屈に感じるんです。若い方にスーツを着ていただく時もそうなんですけども、こんな窮屈なというか締め付けられるような感じの洋服を着たことがないんですよね。なので自分のいつもの大きめなトレーナーだったりダボっとしたパンツだったりみたいな感覚で履くとすごく窮屈に感じる。もうこれは勝手な思い込みなんですけどね、そこからまず修正していきたいと、そんな感じに思います。で、今日はまずジャケットからです。まずお店で試着していただきます。おおよそのね、その方のサイズ感というのは、スタッフが分かると思うので、あなた46ぐらいでしょって言って着せてもらいます。その時にまず見ていただきたいことはサイズ感。サイズ感に関してまず肩が自分の肩のここの骨の位置から落ちてないか。今ね、肩パッドとか真珠とか省いた軽量のジャケットが多いのでちょっと分かりにくいんですが、まず自分の肩のところからここの肩線がスコンと落ちちゃったりしてないか、逆にすごく入り込みすぎていないかっていうところ、それからバスト周りですね。昔はここに拳1個入るぐらいって言われてましたが、今はまあ手のひらぐらいですね。手のひらぐらいは入ってボタンが閉められるぐらいの感じです。で、着丈に関してですが、これも昔はね、お尻が全部隠れてしまう丈感が普通だったんですが、今はちょっと3分の1ぐらいお尻見えてもいいかなというぐらいの丈感がいいと思います。これもね、若い方多いんですが、なるべく着丈の短いものを合わせると足が長く見えるんじゃないかとかいう感覚の方いらっしゃるかもしれませんが、それはやっぱり間違いで、すごくね、子供っぽくなったりチープな感じに見えちゃうので、ここら辺は気をつけたいところです。で、あとはフィッティングとしてはそれぐらいがちょうどいいなっていうところで、今度は変なシワが入っていないか。例えば背中のこの部分、ここにちょっと引っ張られてこういうようなシワができちゃう、突きじわって言うんですが、こういうところが引っ張られて変なシワが寄っていないか、これは綺麗な状態がいいですね。これはもう見てもらうしかないです、スタッフさんに。あと後ろ部分に関しては襟抜けしてないか、襟がポッと芸者さんみたいにスポッと抜けちゃったりしていないか。そしてフロントのシワですね、ここにこう斜めに入ってくるシワ、これタスキジワって言うんですが、こういうものも入っていないか、ここら辺にダブついて変なシワが入っていないか、抱きじわ、その辺の大きなシワが変な部分に出ていないかっていうことを確かめていただいて、それが何もない状態であればベストかなと思います。で、袖丈に関しては皆さん結構ほとんどの方がね、直される方多いので袖丈は気にしなくていいです。ただよくあるのは、ご試着された時に袖が長い商品だったりすると、うわ、なんかすごく大きいななんてことになるんですが、それね、袖曲げて着てみると意外としっくり着たりする場合が多いので、袖丈に関しては一度無視してご試着してみてください。そこまでがフィッティング大丈夫であれば、袖丈に移ります。袖丈に関しては
まあ、よく言われる、我々業界でよく言われる寸法っていうのが、こう綺麗に立ってね、親指から寸法を測ります。この今僕が着てるジャケットで親指から11センチぐらいの丈感になってます。はい、これぐらいで仕上げる方が多いと思います。あと自分で感覚でね見るとすると、こうやって手のひらを水平にした時に、ここに当たるか当たらないか、手の甲に当たるか当たらないかっていうところが、まあ、袖丈の目安といったところだと思います。もう一つよく言われるのが、シャツの袖が1センチほど見えるのが綺麗だよねっていう話。この辺を基準にしてもいいかもしれないです。ジャケットのサイズ感に関してはこういった感じで見ていただくのがいいかなと思います。で、一つジャケットを最終的にお袖の直しをすることが多いと思いますが、袖丈でいうと、爪で5センチ、出しで1センチから 1.5 センチっていうところでしょうかね。それぐらいまでは対応できると思うので、そのように合わせてもらえればいいと思いますが、今日なんでこのチェックジャケットを用意したか、そこが大きなポイントでね。チェックの場合ね、見てわかる通り、身頃からチェックのからね、ペンが袖に対して全部こう綺麗に合ってると思います。ちゃんとしたジャケットはここに柄が合わさってます。背中心もそうですね、背中も横綺麗に合ってます。これがずれてるとすごく見た目に違和感が生じます。ということで何が起こるかというと、お袖を大きく詰める場合、袖を外して袖を入れ込んで短くするっていう修理があります。その場合、このチェックの幅がきっちり次のチェックにずれ込めばいいんですけど、こうやってね、そうはならないですよね。3センチ4センチ詰めるとちょっとこれぐらいずれちゃう。これはいただけません。なのでチェックジャケットの場合はもう袖口から1センチとか詰めるぐらいはいいんですが、大きな修理の場合はこのチェックのピッチによってできるできないがあるので、そこは1個注意したいところです。そして最終的に、お袖のフィニッシュを確認されます。これもね多いんですが、今どうなのと。僕今ちなみにこれ、見えますかね、これ4つボタン、これ1個外してますけども、4つボタンの重ね付けで本折半にしてます。ここが、穴開いてますね。普通にボタンとしてこれ取り外しができるようにこんな感じになってます。これが一応基本ベース、本切羽の4つボタンのちょっと重なってつける重ね付けみたいなのが、まあ一番多いパターンです。ただこれもどうなのっていう意見も多くて、まあ最近はね、なんかもう飾りでいいからボタンだけつければいいよっていう人も徐々に増えてます。あとこの本切羽にするのには数千円お金がかかるし、時間もかかる、1週間とか10日とかかかるので、その点もねちょっとね急いでる方にとっては悩ましいところかと思いますが、まあ一応どうですかって言われたら、本切羽の4つボタンで仕上げておくのが無難じゃないですかって僕は言います。ただ袖だけ爪を無地だとしてね、ドンと短くする場合、なるべく肩はあんまりねグッと詰めれないんですよ。そうすると両方でやるとか袖だけでやるとかっていう形になった時に、袖からグッと切るとここの本切羽を開けられる分量っていうのはジャケットは決まってます。なのでここで短くしてしまうと切羽の分量が減ってしまいますよね。その場合もしかしたら、第1ボタン第2ボタンは開けられるけど、第2ボタン第3ボタンは飾りになっちゃうよっていうパターンもあるので、これはご了承ください。あとありがちな間違い、ボタン、前ボタンね、これ、3つボタンついてます。3つボタンの、段返りっていうのはこういう形のことを言います。通常ね、昔3つボタンのジャケットっていうとこんなんで、これ3つボタンです、はい、こんな感じのジャケットが流行ってた時期とかもありますが、今はまあ基本段返りという3つボタンだけど、実際見えてるのは2つボタンで、第1ボタンはこう隠れて、ボタンホールもボタンホールの位置でこうロールされてる、これで V ゾーンもちょっと深めになってっていうパターンになります。なのでこの場合、こういうジャケットの場合、上のボタンは
ないものと考えてください。真ん中の一つを止める、ボタンを閉めるときはこの状態です。第3ボタンも無視してください。こんな風に閉めない、一番上も閉めない、閉めないです。閉めるのは1個だけ。これは段がりの3つボタンでなくて2つボタンのジャケットでも同じことです。2つボタンの場合は第1ボタンだけ、3つボタンの場合は真ん中だけという感じの着方をしてください。ということで、ちょっと簡単ではありますが、ジャケットのサイズ選び、そして、修理の注意点、着方等々を交えてお話しさせていただきました。じゃあ次回はね、パンツかシャツかどっちか行きたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。